Windows Embedded Compact は、Microsoft が開発した組み込み機器向けの3 2ビットのマルチタスク、マルチスレッドリアルタイムオペレーティングシステム。一般には、ハンドヘルド PC やポケット PC、シャープブレインなどの PDA で使われているオペレーティングシステムとして知られている。1996年11月に発表されている。近年は PND にも採用されている。 バージョン6.0では Windows Embedded CE、バージョン5.0までは Windows CE と呼ばれていた。Windows QX k や Windows NT 系等とともに Windows Family に属する。パーソナルコンピュータ用 Windows と異なり OS のみで一般に販売されることはなく対象となる装置に組み込んで使用することを前提としている。また、組み込み用 OS として Windows Embedded Family にも一致する。かつての PC 用の Windows NT のように複数の CPU アーキテクチャに対応する。OS としては Windows n t に X から仮想記憶やメモリー量を制限し API や機能を絞り込むなど徹底的に軽量化されたものに必要な機能のみを付加するシステムになっており86系に特化した。 ノンプリエンプティブな Windows 9X と異なり、w i n d o w s u n t と同様に完全なプリエンプティブ、マルチタスク、マルチスレッドのリアルタイム OS である。このため一部のダイアローグが w i n d o w s u n t に X のものと類似している。初期の w i n d o w s u n t の特色である高い移植性が保たれており、ARM、スパウハをはじめとした様々な CPU アーキテクチャーに対応している。 Windows 6X からはカーネルが近代化され、メモリーは 2GB、プロセス数は32000までに拡張され、プロセスのカーネル階層への移動など、負荷の重いタスクへの対応や高速化が図られている。組み込み用という性格上、機器を開発するメーカーがその機器に、不要な機能は削除し必要な機能のみを選んで、搭載することも可能である。このため、利用者からは、 Windows CE が搭載されていることを意識することなく使える機器を作ることもできる。業務用専用端末やセットトップボックス等で用いる場合はこのようにして必要な機能を搭載する。また実装した機能によって対価のロイヤリティが変動する。必要な機能のみを選択して搭載することができるという特徴を生かして Windows CE を搭載するポシレジや ビデオプロジェクタ、カーナビ、ゲーム機、ポータブル AV プレイヤー、新クライアント端末なども存在する。これらには PDA に見られるような OS としての GUI を実装していないものも多いが、レジでは最近タッチパネルを搭載して、ボタンと組み込み OS の操作で作業の効率化を図る傾向がある。なお、これらの端末にもパーソナルコンピュータ用 Windows と同様に Windows のライセンスシールが貼り付けられる。CE の名称は家電を意味する、コンシューマーエレクトロニクスの略と言われているが、マイクロソフトによると、CE は何かしらの略語ではないが、コンパクト、コネクタブル、コンパチ、コンパニオン、アンドエフィシェントの意味合いがあると説明している。改良により、機能追加のほか、リアルタイムイベントでの応答速度の向上などが行われている。 CE4.0 から CE6.0 までのコードネームは有名なウィスキーの名前より取られている。次世代バージョンとしてバージョン6.0が開発された。5.0まではプロセス数は最大32個に制限され、そして各プロセスの仮想アドレス空間は32メガバイトに制限されていた。6.0ではプロセス数制限は 最大3万2000個までに拡張され、各プロセスの仮想アドレス空間は 2GB までに広げられる。これにより大量のメモリを消費するアプリケーションが実現可能になる。またカーネルは上位 2GB のアドレス空間に置かれ、従来ユーザープロセスだった GMEZ、ファイルシステム、デバイスドライバはカーネル空間に統合される。これにより、 従来プロセス切り替えオーバーヘッドが API、呼び出しに伴っていたが、これもシステムコールという形になり、高速化される。特にネットワークへのアクセス速度は大幅に、高速化されるとしている。CE6.0 の発展バージョンとして開発された Windows Embedded、コンパクト7は8物理コアまでの対象型、マルチプロセッシング。 3GB までの物理メモリ空間サポートです6.1ベースのネットワークスタック。ネットコンパクトフレームワーク V3.5 が特徴である。またシルバーリッド 4Windows Embedded による UI 開発が可能になった。コンパクト7の後継として2013年6月に一般利用可能となった。サポートする CPU の種類としては X86。 および ARMV7T2 が必要とされ、MIPSK および ARMV5、ARMV6 までのアーキテクチャサポートは削除された。開発環境として、Visual Studio 2012アップデート2項および、Visual Studio 2013、Visual Studio 2015が利用可能である。ARM コンパイラは Windows RT 用に用意されたものと同じ ARM コンパイラが利用される。 そのため C プラス 0X 拡張が利用可能である。UI 開発手法として、蒸気ビジュアルスタジオ同梱のラジアン開発ツール、ブレンド4ビジュアルスタジオの利用が推進された。一方で、これまでの HPC シェル機能や、コントロールパネル UI はサポートが削除された。ネットコンパクト、フレームワークとしては V3.9 がサポートされている。 Windows Embedded CE のアプリケーション開発は、現在ではネイティブコード開発とマネージドコード開発のに通り開発手法が用意されている。CPU のネイティブコードでプログラムの実行ファイルを作成する方法がネイティブコード開発である。ネイティブコード開発ではデスクトップ PC 用の Win32 API のサブセットが利用可能である。またデータベースや リモートツール関連で CE 独自の API も用意されている。文字列を使用する API は、ほとんどの場合ユニコードバージョンのみが用意され、アンシーバージョンも用意されている API は C ランタイム系や WinSack 関連など一部にとどまる。Windows CE ではこれまでに以下の CPU アーキテクチャがサポートされていたことがある。これ以外に、 CEF と呼ばれる仮想マシンコードを利用した開発が一時サポートされていたが、このコンセプトは c e 四点零以降のマネージドコード開発へと引き継がれていった。ネイティブコード開発ツールとしては当初ビジュアルスタジオ六点零にアドオンして使用する Windows CE Toolkit 4 Visual CE Visual Basic 5.0や二千三が使用されたが、Windows CE 三点零以降では、 無償で入手できるインベデド、ビジュアルツールズ3.0、インベデドビジュアル C プラス4.0が利用されるようになった。CE5、6.0、コンパクト7では、ビジュアルスタジオ2005、ビジュアルスタジオ2008プロ以上でネイティブコード開発が行われるようになったが、これらの開発製品は優勝で入手する必要があった。コンパクト2013の場合、 ビジュアルスタジオ2012、2013、2015のプロ以上または無償で入手できるコミュニティエディションにアプリケーションビルダーをアドオンして利用する。マイクロソフトのネットフレームワーク構想に準じたアプリケーション開発の手法をマネージドコード開発という Windows CE のマネージドコード実行環境はネットコンパクトフレームワークと呼ばれる。 これはデスクトップ PC 向けネットフレームワークのサブセットであり一部共通のクラスライブラリーが用意される開発言語としては C およびビジュアルベーシックがサポートされている当初はマネージドコード開発のみのためにビジュアルスタジオ2003が利用されたがその後のビジュアルスタジオ2005およびビジュアルスタジオ2008では一つの環境で ネイティブコード開発とマネージドコード開発の両方が可能になった。Windows Embedded CE 6.0 R3 や Compact 7 2013ではアプリケーション開発手法として Silverlit for Windows Embedded が利用可能である。これは Expression Blend または Blend for Visual Studio を利用して作成したデザインに C で開発した処理コードを組み合わせるという ハイブリッドな開発手法である。作成したアプリケーションの動作確認は、PC 上で実行する CE エミュレータ、またはシリアルケーブルや LAN 経由でアクティベシンクや Windows モバイルデバイスセンターにより接続したターゲット機にリモートでそれぞれダウンロードして行う。Windows CE2X3.0 の時代には、Windows PC 上の Win32 API に、 変換する形で動作する Windows CE エミュレータが用意されていた。この API エミュレータを利用するには、デバッグ時に一時的に X86 コードを生成する必要があった。Windows CE 5.0、6.0や Windows Mobile 5.0、6X の世代では ARM コードで動作するエミュレータが用意され、ARM 実機用と同じバイナリを エミュレータでそのまま動かすことができた。コンパクト7やコンパクト2013では、Windows Virtual PC を利用して動作するデバッグ用、OS イメージ作成用の BSP が提供され、実機と接続するのと同じ Ethernet 接続を利用してデバッグすることができる。ただし Windows Virtual PC で動作するデバッグ用 OS をビルドするためにもそれなりのスキルが要求されるため、 あまり一般的とは言えない。Windows CE はその初期より Microsoft の組み込み向け OS 製品としての利用を計画されていた。やがて出荷された以下のツールキットを使用するとユーザーは独自の Windows CEOS を開発しカスタム機器向けの組み込み OS として利用することができるようになった。最初の組み込み向け CE 開発環境ベータ版として 提供最初の製品版組み込み向け CE、開発環境、独自 IDE で OS ビルドが可能、ポケットポストペット IDE で使用するコンポーネントを選択できるようになった Windows ベースドターミナル、WebPad 大幅に機能向上。NDES 点一ネットワーク、無意機能、VOIP 機能など、セットトップ。 ボックスポータブルメディアセンターネットワークメディアデバイス、ナブレディなどの派生製品がある。これまでの独自 IDE からビジュアルスタジオ2005のアドオンへと変更されたネットワークプロジェクタ PND カラオケ端末ビジュアルスタジオ2008のアドオンとして提供タブレットビジュアルスタジオ2012、2013、2015のアドオンとして 提供近年ではこれらのプラットフォーム開発ツールは、ビジュアルスタジオプロフェッショナルウィズ MSDN のダウンロード特典を利用して入手する方法が一般的である。2015年12月現在、MSDN サブスクレイバーダウンロードサイトを利用して、CE ネット4.1からコンパクト2013までのすべてのリリースを入手可能である。 蒸気ツールキットを使用すると OEM のニーズに応じた OS 機能のみを搭載したカスタム Windows CE OS を作成することができるがこれらカスタム機器で正常に動作するネイティブコードアプリケーション開発をサポートするためにツールキットにはカスタム機器で使用可能なヘッダーファイルとライブラリーのみをまとめて出力するカスタム SDK 作成機能が備わっている この機能を用いて作成されたカスタム SDK は、インベレドビジュアル C や、ビジュアルスタジオ2005、2008、ビジュアルスタジオ2012、2013、2015、アプリケーションビルダー環境で使用することができる。最近のプラットフォームビルダーには、再ビルド可能な c カーネルほかいくつかの中心モジュールのソースコードが付属しており、ツールキットインストール時に、 簡単なユーラーに同意することで OS のビルドツーリー内にインストールされる。これを利用してカーネルの処理内容を理解したりデバッグ時にカーネルデバッグーから参照したりすることができる。Windows CE プラットフォームビルダーを利用してカスタム Windows CEOS を開発しこれを機器に搭載して製品出荷する場合、組み込み OS としての使用量を マイクロソフトに支払う必要がある。その際には代理店経由で契約を締結し、コアと呼ばれるシールを製品に重複して出荷する。Windows CE の組み込み OS としてのライセンス量は、COS コンポーネントによりいくつかのカテゴリーに分けられるが、およそ1台あたり、US3 ドルから 16US ドルの範囲とされている。PDA と呼ばれる製品群には、 Windows CE を OS とするものがあり、これら PDA 用に必要なデバイスドライバやウェブブラウザなどの機能をマイクロソフトがまとめた製品がハンドヘルド PC やポケット PC である。ハンドヘルド PC やポケット PC は OS を示すものではない。例えば NEC のモバイルギアの MCR530 という製品の場合は、 Windows CE バージョン2.11を搭載した Windows CE ハンドヘルド PC エディションバージョン3.01使用の製品というようになる初期の頃 Windows CE の利用形態の一つとして携帯用端末での使用が検討されその結果 X86 ベースのノートパソコンよりも小型化されたキーボード付きの形状のものとタッチパネルへのペンによる 入力操作を基本とするキーボードを持たない小型のものが登場した。前者をハンドヘルド PC、後者をポケット PC と呼ぶ。どちらの場合も Windows95 以降で Windows を最大化表示で使用した状態に似たユーザーインターフェースとなっており、Windows ユーザーであればあまり違和感なく操作することができるよう配慮をされている。また、携帯用という点を重視し、 小型軽量で電池による長時間駆動が可能である。キーボード付きのものでもペン操作ができるものが多い。多くはハードディスクを持たずメモリカードスロットを実装する。キーボード型やペン型 PDA であっても、マイクロソフトが提供する蒸気のプラットフォームを使わず、Windows CE カーネル上に独自のユーザーモード層を構築した製品もある。カシオの L アジェンダ。 NTT ドコモのポケットポストペットや、シグマディオン3、日立の NPD-10JWL、20JWL、AU の取り込め L、サイバーバンクジャパンの PCA ファネなどがこれに当たる。その理由として、GUI を独自実装することでロイヤリティを下げられる、ことが挙げられる。また、キーボード型の製品では H。 PC の開発がすでに収束していること、ペン型の製品では ARM 以外の CPU のサポートを中止したことも挙げられる。これらの機種の一部では足りないモジュールを独自に保管して、ポケット PC 用などのアプリケーションを動作させる試みがユーザーの間で行われている。G4 とカシオ製2000年ポケット PC20002 以降は ARM 系 CPU のみサポートされている。 ポケットルックス 600HPC については、かつては NEC のモバイルギア、シャープのテリオス、日本ビクターのインターリンク、日立製作所のペルソナ、ヒューレットパッカードのハーノダ、NTT ドコモが販売するシグマリオンなどの機種があったが、いずれも生産を終了している。マイクロソフトも HPC 向けの製品をリリースしておらず、H PC 市場は事実上収束している。ポケット PC については、国内メーカーではカシオ計算機のカシオペアや東芝のヘニオイ、e、NEC のポケットギア、富士通のポケットルックス、NTT ドコモが販売するミューズは等がある。この他にヒューレットパッカードのアイパックやデルのアクッサムなど、海外メーカー製品もあり、かつては選択の幅も広かったが、 各メーカーとも法人用と向けに注力するようになったことや通信販売でのみ販売する手法に切り替えたこともあり店頭でこのタイプの端末を見ることも少なくなっている携帯電話の高機能化が PDA 全体の販売数が減少した一因という意見もある Windows CE はスマートフォン向けの Windows モバイルフォースマートフォンや Windows Mobile 4 Pocket PC Phone Edition というバージョンを出し、携帯電話へのシフトを強めている。NTT ドコモ HT-0HA。ありがとうございます。